人材派遣会社からの、まあ、お仕事なんですけども、以前動画でもアップロードしてましたけども、まあ、結局最終的に、動画通話中も再生して、企業が休業保障がつくという形にはなりました。どう映そうかな。来週のことでちょっと連絡をすることに連絡をさせてもらいました。はい。ちょっと残念ながら地震の関係で物が入らない工場の仕事になってしまったので、はい、結局当社自身もお休みになっちゃった現場になったんですね。はい。で結論で言うと、はい、浜井さんには働いてはもらえませんけれども、その分の休業の代金の方を支払おうと思っております。ありがとうございます。それで、まあ、調べてもらったら分かられると思うんですけれども、休業の時って通常は本来の日給の日当の、まあ、6割ぐらいっていうのがこの日給の相場ではあるんですけども、ここまで引っ張った経緯もありますんで、はい、ちょっとごめんなさいね、6割なんていうつもりもないので、働いてはもらってはないんですけれども、8割の8000円ですね、1日本来働いてもらったら1万円の日当をお支払いするという契約だったので、はいはい、8掛けの8000円の方を、本来来週は中1日空けるっていうことで聞いてましたんで、はい、週2日働かれるであろうという週2日と、はいはい、そして最終日、翌週の1月15日がまたおそらく時間空けてもらったと思ってますんで、はい、15日ということの本来3日間の勤務をお願いするところだったということの計算で8000円の日当の3日間の2万4000円の方を、今回、働いてはもらってはおりませんけども休業手当という形の方で、そこで今と若干税金は発生はすると思いますけども、はい、お支払いさせてもらいますんでそれでお願いしていいですか。はい、ありがとうございます。もしその被災地の復興とかで人手がいるような仕事があったら私行こうかなと思ってますので、もしそういう仕事とかあったらお願いいたします。わかりました。はい、じゃあすいません、本来でしたらね来週からお願いする現場だったんですけど、そういう被災地の関係のことだったので申し訳ございませんけれども、もしもし、もしもし聞こえてます。はい、そしたら、1月分という形で給与計算を行いますので、はい、それでお支払いしますのでまたよろしくお願いをします。はい、こちらこそありがとうございます。8割なんてありがたい話、本当に。いえいえ、あと、1月の16日以降のところでまた当社からお渡しをしている保険所の方ですね、また返送していただけたと思ってますのでよろしくお願いします。はい、わかりました、郵送いたします。本当にちょっと最後の1ヶ月間、1月っていう言い方ですかね、不本意な形になりましたけれども、そうですね、また淡井さんにおかれましては違う現場でまた頑張ってください。本当に今回ありがとうございました。いえ、こちらこそどうもありがとうございました。また何かあったらご連絡をお願いいたします。わ、はい、かりました、ありがとうございました。ありがとうございました。お電話お送りいたします。はい、はい、失礼いたします。どうも。ということです。まあ先ほどの、まあ、労働関係のところの、まあ、雇用契約書の方なんですけども、ちょっとおかしいですね、本当はピントすぐに合うんですけど、まあ、こういうふうな形での契約書ですね、まあ、契約期間が一番上にあって、まあ、就業場所だとか労働時間、あと勤務日のところに週3回以上シフト制、まあ、その他、時間給だとか、まあ、そういう
そういったことがあって、まあ、社の方、これ、会社の方にはもちろん、ここら辺は自分で書いて、提出してるんですけども、まあ、雇用者さんがどちらかというところで、まあ、こういうふうな内容だったので、まあ、休業補償がつくと。まあ、こういうことですね。以上です。あ、それともう一つですね、あと就業条件明示書というものなどもあります。ちょっとピンとこれ合うまで時間かかるのかな、iPad のものは。まあちょっと気になった欄があるので、まあ撮影してるんですけど、おかしいですね。置いた。この辺ですね、時間外労働。まあ、上記の就業時間以外の労働は1日5時間、まあ、要するに残業の範囲内っていうことですね。で、まあ、1ヶ月で45時間、1年で、まあ、360時間の範囲で命ずることができるものとすると、まあ、テレビのニュースとかも含めてなんですけども、まあ、運輸業だけ1年間の残業時間がとにかく長いと。まあ、その辺のところは、まあ、行政の方が動いて、だいぶ手こ入れをしようとしてるんですけども、まあ、それは早く行った方がいいですね。まあ、やっぱり昔から居眠り運転とかで交通事故を起こされてる方いますし、まあ、僕もそうだったんですよ。一月370時間、それを、半年、ちょっと、させられて、まあ、最後の方で、まあ、居眠り運転で横転事故と、まあ、いうような形になってますので、まあ、普通考えたら分かりますよね。一月の労働時間300何十時間も働かせてたら危ないって。だからまあそれぐらい当たり前のことぐらい当たり前にと。だからまあこちらの方の勤務先は1年間のその時間外に関して、まあ、360時間の範囲で行いますと。まあそういうことですね。一応厚生労働省が発表しているものは一月の労働時間の上限は220時間で1年間が約最大労働時間が時間外だけじゃなくて実働時間も含めて2500時間ぐらいですかね。まあそれぐらいがもう最上限のはずなんですよ。だから運輸の場合そのあたり逸脱してしまってたはずですから、だからその辺のところについてまあ、しっかりと対応しなければならない。まあ、2500時間でも長いと思いますけどね、僕からしたら。本当に一人暮らし、家帰ってきて自分で洗濯しなきゃならない、家の掃除しなきゃならない、食事の用意しなきゃならないってなったら、やっぱり長いと思いますよ。時間、その労働時間が。以上です。